ははいいこんににちはレトスののです3月15日の3問に入っていきます A が B に代理権を授与して A 所有の土地を B に売却する場合 B が未成年者であるとき B が行った売買契約について A は後で取り消すことができる丸か×かという問題です。 考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、ツですね。結論から言うと取り消しってできないんですね。制限行為能力者も代理人になることができます。今回の問題文で言うと、A さんが B さんに代理権を与えたんですね。その代理人 B さんが未成年者だったという状況なんですよ。 で、この未成年者である代理人が売買契約を行うんですけども、この場合、本人、代理権を与えた A さんは取り消しってできないんですね。後で取り消しすることはできません。つまりどういうことかっていうと、あなたが制限行為能力者を代理人として委任することはまずできるんですね。あなたが例えば未成年者の方だったり、成年非公権認、認知症が入っている方とか、そういった方を代理人に立てることはできるんですよ。 これはなぜかっていうと、制限行為能力者って別に被害受けないんですね。たとえ、その制限行為能力者が間違った契約をしたと。つまり、委任された内容ではないことをしましたと。言った場合でも、ここポイントなんですけども、代理人が行った行為、代理人の行った契約っていうのは、本人に帰属するんですね。つまり、代理人が行った契約の義務っていうのがあるんですけども、今回の話で言うと、売買契約であれば、 売り主は土地の所有権を買い主に移転しなければならない義務がありますよね。その義務っていうのは代理人が負うんじゃなくて本人が負うんですよ。つまり最終的には本人の責任になるわけなんですね。だから制限行為能力者を代理人として委任することはできるんです。制限行為能力者に別に被害っていうものは別に及ばない。損害は及ばないからっていうことなんですね。まあ、結果として代理人である制限行為能力者が間違った契約をしても あとで取り消しできるっていうのはおかしいですよね。これできないって話なんですよ。制限行為能力者を委任した本人が悪いんですよね。この本人、つまり今回で言ったら売り主さんが制限行為能力者をあえて代理人と,理人として選んだ。これがまずかったわけですよ。これ本人の責任ですよね。だから本人責任を負いましょうよという話です。まあ、このようにちゃんと理解していただければ、法律っていうのは、 ある程度やっぱ理解できるんですよね。だから何でもかんでも丸暗記というよりもちゃんと理解をして頭に入れていくということがすごく重要です。で、個別指導でもこのように理解をしながら学習するということをお伝えしています。まあ、本日の3問でも、まあ、今回のようにたまにですね、理解の仕方とかお伝えするんですけどもやっぱり少ないんですよね、量的には。1日3問しかないですしまたそれもすべてがすべて理解学習の内容ではないんですね。 なので、本当に理解学習したいという方は、ぜひ個別指導をご検討くださいで。個別指導の内容については、この動画の下の概要欄にリンク貼っておきますので、ご確認いただければと思います。で、問いにですね、宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、値体なく登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。丸かバツかという問題です。答えは丸ですね。本籍を変更した場合っていうのは、 変更の登録申請が必要になってきます。この取引士の本籍は、取引士資格登録簿の搭載事項なんですね。なので、変更があったら、遅滞なく変更の登録申請をしなければならないということですで。資格登録簿の内容については、こちら3つですね。これ覚えておきましょう。住所、氏名と本籍と勤務先の宅建業者の、まあ、称号だったり名称ですね。まあ、こういったところはちゃんと頭に入れておいてください。 で,問3ですね。建築基準法です。建築主は木造以外の建築物、延べ面積200平米について、新たに増築して延べ面積を250平米とする場合、建築確認を受けなければならない。かかという問題です。え答えは、建築確認、受けなければなりません。で今回、問題文では木造以外の建築物って書いてあるんですね。 で木造以外の建築物っていうのは、まあ、非木造建築物なんですけどもこの非木造建物っていうのは例えば鉄筋コンクリート造りだったりとか鉄骨造りとか、まあ、そういったものですねそういったものについては延べ床面積200平米超もしくは2階建て以上どちらか一方に該当すると新築したり増築したりする場合に建築確認が必要になってくるんですよ まあ今回増築の場合なんで、増築後の延べ床面積で判断します。まあ、今回増築後250平米となってますので、200平米を超えてますよね。従って建築確認は必要です。で、まあ、この問題っていうのは語呂合わせを使ったら簡単に解ける問題なんですね。なので、この語呂合わせについては個別指導でお伝えしたいと思います。 個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので是非ですね一発合格したいという方はそちらの方をご確認いただければと思います今からであれば全然一発合格え十分可能なんで全く法律知識なかったとしても全然問題ございません卓球レベルであれば1回で合格できる資格なんでえ1回で合格したいという方は是非個別指導をご検討ください卓球試験は理解できれば合格できます理解せずに勉強し続けたとしてもなかなか合格するのは難しいです 理解をすれば勉強は楽しくなるしまた合格もしやすくなります具体例を使ったりイメージしたり理由づけをしたりして勉強を行っていくのが理解学習です難しいな何言ってるのか分かんないな実力が上がってる実感がないなもしそう思われているのであればぜひ個別指導をご検討ください個別指導では理解学習を行って一段一段実力を上げていただくことが可能ですもししああなたたが次のの試験でで合格いいというのであれば、 一緒に勉強できたら嬉しいです個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認くださいあなたの受講をお待ちしております卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう